はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。シャングリラ様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠に恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。チャンネル登録よかったらよろしくお願いします。在留資格特定技能、農業、漁業、林業、介護、ドライバー、トラックドライバーなど、不人気職に就労で無期限に家族帯同で在留できるっていうのが激ヤバだな。昨日動画撮った後気がついたんですけどね。例えば夫婦が来てね、で父ちゃんがまあドライバーやってみたいな、でそれぞれの親4人連れてきて、でね、自分の子供も3人いて、でそれぞれに2人ずつ兄弟いたりなんかすると、これでもう13人ですよ。13人家族になっちゃうわけね。それがね、全員、1人トラックドライバーやってたら入れるってやばくない？たちまちね、家族10人超えますよね。そんなだったのね。5年間で82万人受け入れってあったんで、800万人切っちゃうかもしんねえんじゃねえ、これ。無期限に滞在できちゃうんじゃねえ、これ。次の5年で、1500万人とかに増やしちゃうよね。岸田政権残ったから、自民党残ったから。日本に来て、しかも無期限に滞在できてしまうと。たちまちね、日本人が少数派になっちゃって、次々とね、配慮を要求されて、例えば病院にも通訳置かなくちゃダメだみたいな、そんなんなっちゃって、日本全国、川口化。しちゃうんじゃないの。経団連は奴隷が増えたって喜ぶかもしんないけど、子孫はどうなんだ。子や孫や追いやめはどうなんだ。その外国人と仲良くしなくちゃいけない、子孫はどうなっちゃうの。すごく心配であります。フジテレビ逃走中撮影班。まあ、2、30人おったんだって。マンションの出入り口を塞ぐ、敷地に無断立ち入り、住民がクレーム入れると、みんなの道路だから撮影してもいいんです。一般の方々と我々は違うんです。静かにしてください。なんかイラッとしますね。複数の通報で警察が駆けつけ、撮影終了と。あまりに態度が悪くて、何人もの通報があったみたいであります。世論です。とりあえずスポンサーに問い合わせしておくか。とりあえず停波で。さすがクズテレビ、ハリウッドより横柄な日本のテレビ。本当に懲りねえよなフジテレビ。隠蔽工作するところまでがフジテレビ。人権侵害はするわ、法律は守らないわ。テレビ屋がこういう認識なのは間違いない。テレビがとっくに社用なのを理解していない。嫌なら見るな。なんかテレビの撮影やってるかって言ったって、特別感なんか全然ないですよね。新橋とかでたまに見かけますけど、サラリーマンと捕まえて話聞いてる、どっかのテレビ局。テレビ、様々な世の中、とっくに終わってんだよな。それ気がついてないのかな、制作会社はな。横暴傲慢なのは、まあ日本人じゃない柄ですよね。親戚でも何でもない連中で、日本人に、迷惑かければかけるほど仲間内で褒められんじゃねえ、これ。褒められんじゃねえ、仲間内で。テレビの制作会社なんてね。まあ制作会社の倒産、過去最多って、昨年なってましたから、社用であるには間違いないんでしょうね。早くね、日本人以外の制作会社、全部なくなっといいな、思っております。定期的に顧客情報が漏洩し、累計51万件、情報漏洩に達した LINE ヤフーに総務省が行政指導。ネイバー社との資本関係を見直せ。認証システムをネイバーから切り離せ。現在ですね、64.4% の株をですね、ヤフーとネイバーが五分五分で保有しているそうであります。つまりヤフーが 32.2%、 ネイバーが 32.2% 持っている。残りはあれなんだろうな、他の銀行とかがちょびちょび、分け合いって持ってるんでしょうか。世論です。自分たちで作れよ。総務省が LINE に代わるものを作りなさい。インフラ的なアプリが敵国資本っていうのはまずい。契約したんなら約束ぐらい守れ。ヤフーには何も期待していない。使わなければいいだけ。そういや今年の後半に対応とかって話だったな。LINE はネイバー社が 32.2%。 日本人の会社じゃないヤフー。
これ孫正義って機械人で日本人じゃないもんね。ヤフーが 32% 持ってると。で、韓国は竹島を軍事占領している敵国と。なんで敵国アプリをですね、行政も使ってるのか全然わかんないですけどね。独創的なアプリ開発を官僚が潰すからですね、これね。日本でこういうアプリ、例えば Android であるとか、Linux であるとか、こういうインフラ的なアプリ、まあ、Twitter なんかもそうかな。こういうの作れない、日本では。総務省によって若いエンジニアや独創的なアイデアは早い段階で潰される。天下り団体作るために、規制で妨害する。規制を1個見つけたら、1個天下り団体作れますからね。その規制をですね、許可に持っていくための調査協会であるとか、その許可を出す、窓口であるとか、で、天下り団体作れると。だから、官僚はですね、鵜の目高めで、なんか規制できないかなって探してんですよ。早い段階から潰す。これ Google マップで写真、車がさ、あちこち走り回って写真撮って Google マップ、やるじゃないですか。あれ、日本の会社だったら潰されてただろうな。なんかプライバシーガーとか、肖像権ガーとか、何人んち勝手に撮ってんのみたいなことを役所が言って潰されてたんだろうな、いう話もありますし、政府案件では必ずお仲間の謎会社が絡んでくる。デジタル庁のね、なんだっけ、桜インターネットだっけ、おめえどっから出てきたのっていうのは怪しい会社なんですけどね。やっとできたとしても LINE のようにはマスコミがゴリ押ししない、むしろ隠蔽するので普及しない。LINE はゴリ押しすごかったですね、マスコミのね。そんなこんなで日本でインフラ的なアプリ開発は無理と。抜かれる価値がない。一般人は使ってもいいですけど、議員や官僚の偉い方や大企業の偉い方は使わない方がいいよ。浮気の証拠つかまれて脅迫や情報を要求されたり、浮気してなかったら立ち寄り先にハニトラが待ち伏せしててね。そういえば浮気、歌舞伎町のホテルで赤ベンツで浮気した自民党の女性の議員いましたけど、浮気相手はカナダ人のサックスプレイヤーって話でしたけど、情報抜かれてねえか、あんたハニトラかかってねえか、疑わしいんですよね。ハニトラ要因は好みドンピシャなんですよ。調べてやっから、事前に、調べっから、ドンピシャ用意する。その人が横領とか賄賂とか裏金やってたら、もう締めたもんですね。悪意を持つ者にとってはね。最悪ね、拉致誘拐殺害の危険性もあるしね。偉い方は、責任が重い方は、例えば国会議員であるとか、まあね、地方議員、市議会議員とか区議会議員だったら、特に何も問題ないでしょうけれども、偉い方の国会議員やら大臣やら、まあ、官僚の偉い方、政策決定できるぐらいの、あと大企業の偉い方は、使わねえ方がいいよ。危険がいっぱいだから、情報抜かれて、ましてや敵国だしね。ジェンダーうるさい声に負けて、マイナンバーカードの性別欄を削除決定。電子データには記載ありだそうであります。世論です。わざわざ不便にしていくスタイル。性別はともかく国籍は頼むよ。国籍をでっかく入れろ。自民党何考えてんの。見た目だけで性別見分けんのか。身分証としての意味忘れてないか。チップには記載されてるようで、まあ、変わるのは見た目だけ、目視だけみたいなんですけれども、今後あらゆる記録からですね、性別欄消える世の中になるかもしれないですね。例えば面接に出す履歴書とかね、消えっかもしんないな。もうない。運転免許証、消えっかもしんない。もうない。学生名簿とか社員名簿とか、それはそれで不便じゃないの。すごい不便じゃないの。例えばですね、男女ともに通用する名前とかあるじゃないですか。ひかるさんとか、男も女もいるみたいな。そういうのは名前だけで判別難しくないですか。うるせえ少数者にはですね、一歩も引いちゃダメっていう事例なんですよ。少数者に配慮できる私は良い人っていう、自己陶酔したい欲望につけ込まれるんだからさ、悪意がある人間にさ、配慮できる私は良い人って思いたいんだろうけど、それにつけ込まれるんだからさ、
だから一本も引いちゃダメなんだよ、あのうるせえうるせえ少数者にはね。その他のニュース、維新の政策、高齢者も医療費3割負担で、現在75歳以上の後期高齢者は1割負担、まあ、あの所得がある人は2割ってなってますけれども、全員3割にして子供の医療を無料にしよう、だそうであります。病気がちな年金生活者にはきついアイディアですね。高齢者数が多くて投票にも熱心なんで、実現するかどうかは不明であります。自民党がそれはちょっと、言ってですね、まあ、あの維新与党でもなんでもねえし、まあ、あの自民と連立でもしたら、なっかもしれないですけど、最大多数の最大国っていうのが民主主義の原則ですしね、数にかなわない。東京五輪委員会、国税の指摘を受け、約20億円の追徴課税を、異議申し立てせず支払いと。あれ、ここあの法人税かかっとこなの、なんか公益団体とかそんなんじゃねえのか、思ったんですけれども、悪意や意図的に行ったとは見られなかったようで、重加算税は課税されなかったみたいであります。五輪委員会22年度期末賞味財産残高は107億円余してる。次どうすんだろうね、これね。これ、あのスポーツの振興とかに、なんかあのばらまくだがよくわかんない。この金今後どこ行くんだろうな、そんな余しちゃってな。国庫返納もしくは天下りや上級国民の中の原資になるんだろうか。謎ですね。これにたがりに来るやついるでしょうね、これね。岸田内閣、下請けっていうな、上下関係があるようでイメージ悪い。上下関係あるんじゃないの、あの頼もうと頼まれる方。名称変更を検討、まあ、禁止するってことなのかな。すでに一部の企業でですね、取引先とか協力会社で統一してるみたいなんですけども、実態は一切変わらないのに、政府が禁止用語を定める必要ないんじゃないの。岸田政権ってそんな暇なの。ネットのアイディア、搾取され会社中抜きされ会社などなど、上下関係や差別は確実にあんのに、よっぽどね、あのその会社じゃないと作れない部品があるってとかね、そういうんじゃない限り、やっぱりね、あの頼む方、客側の方が強いよね。少子化増税を支援金に、脱税を不記載に、売春をパパ活って言い換えるようなもんすかね。自治体は一切、変えずにね、解決せずに。クルド人の祭り、ネウロズ、公園内で禁止されている楽器を演奏、テロ組織 PKK の歌を歌ったりで問題があったんで、埼玉県公園協会が貸さないって決定を一回したが、差別だなんだって、あの大騒ぎされて不許可を取り消し謝罪したそうであります。あらら、主催があの日本クルド文化協会なんですけど、ここのワッカスってやつが日本人死ねって言ってたし、トルコ政府からテロ支援団体認定されて資産凍結しているのに、なんで許可出してやんだよ、ここの何活動にさ、なんで講演貸すんだよ。日本人死ねって言った瞬間からですね、日本でのクルド人の存在意義は消滅、立場は消滅、足場が消滅。クルド人は日本人の敵になったのに、なんでなんだ、なんで許可出すんだ、いう話でね。EU 政府、ソーラーパネルメーカーは廃棄費用を負担すること。ソーラーパネルの8割が中国系ですね。使用期限が切れる頃は、廃棄代出せなんて言われる頃には会社畳んで逃げてるよね、これね。なんかあの電気自動車とか逆風なんですけど、寒くて動かねえとか、売れなくなって、あのテスラ株、あの一気にあの 何十兆円も暴落したみたいなんですけど、ソーラーパネルもこうやってあの逆風吹いて、なんかあのこの辺は良くなってる気がする。共和党大統領候補で争うトランプさんと元国連大使のヘイリーさん、女性の方、前評判でですね、15州全てでトランプ優勢、予備選全勝で、今週末にもですね、共和党はトランプで行くって決まりそうだそうであります。日本のマスゴミがトランプ再任をものすごーく嫌がって、嘘ついてデマ流してんですよ、もしもトランプになったらみたいな、そんな話だよね。ということは、日本と日本人にとってトランプ大統領が望ましい、じゃないか。この人ね、大統領になったらすぐさま不法滞在者を叩き出すって言ってるから、
日本もね、アメリカもやってんだから。ってなるのが怖くて、トランプ嫌がってんのかなぁ、マスゴミはなぁ、って、思うんですけれどもね。というわけで、チャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。